元金プリ平野の仕もやる気満々とべ、遺跡でやめじゃ2年収爆上がり。とべとは何か芸能界の動きは常に変化しており、その中で新しい才能や可能性が生まれています。最近、ジャニーズ事務所の元メンバーたちが注目を集めています。滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、とべ、が、その新たな扉となりつつあります。 とべは、滝沢秀明氏がジャニーズ事務所から独立して設立した新しい芸能事務所です。現在、とべに所属するメンバーたちが、まるで新たな冒険への決意を示すように、決起集会を開催し、新たなスタートに向けて動いていることが明らかになりました。第一章、とべメンバーの新たな展望。 トレに所属するメンバーたちは、その名前を広め、新たな成功を収めるために、日夜努力しています。特に、元キングプリンスへの平野仕様と三宅県、神宮寺ゆうタ、元ジャニーズ JR のインパクト大津ことイムプへのメンバーたちは、その中心的存在として注目されています。彼らは、 トベのメンバーとして初めての食事会を開き、その情熱を再確認しました。第2章、トベ遺跡の舞台裏、ジャニーズ事務所からの遺跡は多くの芸能人にとって大きな決断です。しかし、トベに遺跡したメンバーたちは、ジャニーズ事務所との過去を振り返ることなく、新しい道を歩み始めました。トベに遺跡したことで、 彼らの年収も驚異的にアップしていることが明らかになりました。第3章、トベの新たな成功。トベに所属するメンバーたちは、ジャニーズ事務所時代の成功を超えるために奮闘しています。その一環として、イムップは新曲、クルージンを世界同時に配信し、話題を集めています。三宅と平野も、ソロ楽曲のレコーディングを終え、さらなる成功を目指しています。 第4章、トベのビジネスモデル。トベのビジネスモデルは、従来の芸能プロダクションとは異なります。所属メンバーは、売り上げや仕事に応じてインセンティブを受け取り、ジャニーズ時代の年収をはるかに超える可能性があると言われています。この新しいビジネスモデルは、タレントにとって有利な契約となっており、メンバーたちは新たなモチベーションを持って活動しています。 第5章、一般知名度の上昇。戸べは、その新しいビジネスモデルとメンバーの活躍により、一般の人々にも知られる存在となっています。戸部に移籍したメンバーたちが新たな成功を収め、その成果が広く認められていることは明らかです。これにより、芸能界における新たな動きと可能性が生まれています。新たな可能性が広がる飛べ。 トベは芸能界に新しい風を吹き込む存在として注目されています。所属メンバーはジャニーズ事務所からの移籍を成功に導き新たな成功を収めています。トベのビジネスモデルはタレントにとって有利な条件を提供し彼らのやる気を引き立てています。一般の人々にも知られ支持されているトベは 今後の芸能界における新たな可能性を示唆しています。